ディーテクノメディアマジック、ニューパズマツさん新品卒業計画、はい、今回もやっていきたいと思います。これせはあ、実は本当はねこれ3個目なはずなんですけど、どうやら収録した時間がちょっと遅すぎたもんで、最初の方の3つ目もらえませんでした。そして今日は10月の2日となります。いよいよおそ松さんの2期が、テレビ東京と確かテレビ愛知かどうかだったかな、そこが先行でスタートになります。ついでその日の、まあ今日の深夜だから実質3日の朝なんですけどね、朝というか深夜な、3日の午前なんですけど、そのあと、お昼12時から、DTV と、アニテレ、テレ東の方ですね、テレ東の配信サービスの方が12時からで、その日の夜、実質10月4日の、午前1時から、テレビ北海道 TVH と、その2時間後3時から、テレビ大阪で見ることができますと。 BS はね、まだその後、まあ BS もありつつ、BS は日曜日だったかな、多分。あとは D、あとは、ATX が、3日だから、その後が ATX だ。順番としたら、テレ東&愛知、DTV テレ東、テレ、DTV とテレ東の配信、テレビ北海道、テレビ大阪、ATX、で、BS ジャパンと。まあ、その後ニコニコでも配信はされるんですけどね。ここはする。うん。そして、一切進めておりません。一切進めておりません。あれから全然進めてないんですよ。なのでこんな感じです。4クリアしたままです。お。いっぱいライフもらっちゃった。ですね、フレンド募集したところたくさん来ていただけたので、ありがとうございますね。フレンド一覧。こんな感じで。わー、すごいよ。皆さん早いな。自分まで4だよ。自分まで5だ。スイーツで始めております。一応概要欄の方には、載っけてはいるので、ね。とりあえず承認。承認と。ありがとうございます。では、ようやく進めます。ステージ5と参りましょう。前出た虹の、カラマツ兄さんだけど、深夜度上げていいのかな？まず1個目普通にやって、で、その後上げよう。どう違うのか知りたいし。まずはこのまま、行きます。さあ、行こう。俺たちの世界へ。なんだこれは。あ、これお邪魔ブロックなのね。
20体以内に。なんだあれは、水が溜まったマスがあるぞ。それでわかるの？それでわかるのか。さすが意思疎通わかるんだな。考えているのか。あ、これ、あ、動かせるのか。あ、動かせるんだね。また音ずれたかな。まあいいや、パズルだから関係ないや。隣接するもんだから、これか。ああ、ずれるのね。よし、消えた。やったー、クリア。うん、まあ普通にクリアだね。超ラッキーだったけど。おうおうおう、2枚いくか。勝利の美酒で乾杯だ。お、2枚いった。よし、いいね。順調よ。とりあえず次で500貯まるから、そこまで行ってみようか。ガチャもしたいからね。18体内にまた水。ふう、これがこうかな。よし、一気に減ったね。グッド。で、これかな。で、これして、あとは？あとはどうすればいい？まずノルマはクリア。あと12ターンでクリアしないといけない。まずこれか。これでしょ？これでしょ？おっつつつつつつつ。あと2個か。うわー、この紫どうすればいい？どうしようかな。考えているのか？たらこうか。うわー、紫が。やばいよ。来た、よかった、消えてくれた。ふぅ、これほんと運だな。少しは、わあ、よかった、消えてくれた。勝利の美酒で乾杯だ。まだか。よし、もうこの辺から結構難しいけどね。7、ターゲットアイテムを落とそう。はあ、行こう、俺たちの世界へ。あ、これか。ん？なんだこれは。なんだこれは。これはいいや。あ、パーティー。うひょうじゃん。はしたないっす。お前、お
あれはどうすればいいの？上から下に落とせばいいらしいぞ。興味ないけどやってみようって。本当は？ってことは、こうじゃない？こうしたいんだよな。こうしたいけど、できないから、まあまずこうしよう。で、こうか。こうして、で、こうか。で、あ、決まった。これだ。で、こうすればいいんだ。う？う？違うだと。あー、どうしようか。このままでは。あ、超えた。やった。やった。パンティー。ああ、なんとかクリアできたけど、全然自分の力じゃないな、これ。お、いい感じでコンボしてくれた。まだコインか。よし。また似たようなやつか。さあ行こう、俺たちの世界へ。またパンティー。下のやつは全部壊す必要はないんだよな。ちょっとカラマツ兄さん、ちょっと、あ終わった。早っ。3手で終わったよ。早っ。あとはじゃあこうして、たこれでクリアだね。早い。なコンボできてないから早くはないんだけどね。ちょ、3手でクリアはできたから。またコインか。よし。順調かな。指定ブロックを全部消そう。アイテムではないんだな。わーお。わーお、上に。だったらまずはこうか。こうしてこうするしょ。これでしょ。でこれで縦が消えるしょ。あ、消えない。こうか。これでいいのか。でこれだ。あとは
あ、そうか、これか。ヒントのおかげで分かった。いや、ここ攻めたいからな。考えているのか？これ消しちゃうと下がゴンって落ちてくるから。すごいな。だいぶピンチになるんだな。えい。シャッフル。ああ、手詰まりだったのか。ボム使って壊せるのかな。ちゃ。へい。やった。あ、終わった。よし。よーし。よかった。これが組み合わさってくるのか。結構これ頭使うな。勝利の美酒で乾杯だ。なし。なしか。進化のために使われてたよな。うん、15体内ちょっと短いな。指定ブロック消そう。うわー、なんでこれ。あ、これはタイム増えるのかな。時計のブロックあるね。あれは延長ブロックだよ。ははは。ターン数や時間が延長できる。あー、なるほど。早速タイム、あ、ターンが増えた。おー、楽。ちょっと楽になった。こうだな。で、これ消すでしょ。あ、あったあったあった。で、これ消すでしょ。で、これ消すでしょ。あ、あったね、下の方。で、こうだ。こう消して、で、こうだ。こう消して、こう消して、で、こう消すでしょ？さあ、さあどうしよう。ここから。むちゃくちゃ飛んでるよ。色が飛んでるよ。そこ攻めたいんだけどな。どうしよう、あと8ターンか。やばい。5ターン。やっば。やばいよ。3ターン。あ、終わった。あー、終わった。ふぅー。これどう頑張っても無理だよね。手詰まりでございます。もう一回。うわー、失敗した。初めて失敗したよ。うわー、今度こそ。
中。あ、こうでしょ。こうでしょ。端っこはもう先に取った方がいいな。こうだ。あら違う。ちょっと外がうるさいんですけど、うるさいの。こうか。で、あと消せるのは、考え中。もうちょっと楽に消し方があるんだよな、おそらく。あ、ちょっと手詰まりのやつやっちゃったな。これあった。で、これ消しちゃう。あ、上が消えた。よし、あとこの端っこだ。端っこなんとかしないと。このボムを有効活用したいんだけどさ、こっちの段にないんだよ。考え中。崩せるものもないし、とりあえず一回まず崩して波を良くするか。お、良くなった。まずこれは取るでしょ。ここからだ。あと残り10ターンでこれを取ればいいんだな。取れるか果たして。どれ取るな。どれ取れば安牌なんだ。4ターン。消えるかこれ。あー、そっち消えた。うわー、あと1ターン。消える？消えない。消えない。難しい。消え、全然消えないんだけど。まずは手形この辺、端っこが弱いからな。この辺で、
うするでしょで、こうなるでしょ。そうするとまずいんだよな。ここがまずいんだよな。横がまずいことになってる。まずこれは消す。ここがどうなればいい。こうか。ああ消えちゃった。あーあーああ。自分から厳しくしたか。あーこれ難しいね。あー手詰まりかな。あーうわむずい。ここでもう積んでるんだけど。あれちょっと難易度上がってクリアできないんだけど。なぜだ。まず2個目。まずはこれか。端っこを攻めたいんだよな結局は。考え中。あこれがあった。で、確実に消したいんだけど、消せるのはどれだってパッと出てこないんだよね。考えているのか。あれ消せる色あるか。考えているのか。あったここだね。わあ、考えているのか。これしかないな。あ、あった。2個消えたの嬉しい。ただ起死回生の。よし、あと一個か。あと一個か。消せないんだよな。
もしくはこれを横に引きずれればいいんだよな。あ、行けたか。あ、違う。縦だった。で、まだ下も残ってたし。また手詰まりか、これ。惜しい惜しい。あうわ。なぜだ、なぜクリアできない。さあ、行こう。俺たちの世界へ。もう難しいんだけど シャッフル、シャッフルってなんだろう。考えているのか。決勝、決勝、うん、 OK でしょOK でしょ。なるほど、CM を見たらシャッフルができると。ははは。私消してみたものの。消せる色がないんだよな、全然。こうなるよね、シャッフルになるよね。まずはこれ消すか。消して、お、一気に消えた。わあ、いけるかこれ。わあ、左上残ってるし。考え中。まずはこれを終了させておくか。あ、来た。あー、やっとクリアできた。あーあー、やっとクリアだ。よし。やっとクリアだ。ミスったな、結構。よし。
ここまでやったところで、さあガチャしましょう。500超えたんで、アイドルデビュー、ノーマルがこれでなしで進化するのね。チェリーこれね。じゃあこれかな。じゃあ10、これ10回できるんでいきたいと思います。全部無償です。いきましょう。なんか来い。ガーチャ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 。うわうわ、ほぼ銀じゃん。ザプールペン、ハムスターね。可愛いんだけどさ星さんなんだよ。あ、でも進化すれば、あこれはぐうたら重始末ですね。パズマスの時になった。トッティワゴン、ワゴン乗ってないけどね。進化すればワゴン乗るのか。ペンギン一末、またかぶった。ごめんね、かぶっちゃった。カラマツアゴーゴー、いや痛い痛い。あんまりいい結果じゃないな今回。なんか微妙。ボン、がっくし。100か、全然だな、まだまだ。性能はどうなんだろう。ブロック選択を除去1回と、あ、スキルも使ってなかったな、そういえばさっき。ランダム1個、パラマサ55、ブロックを2個、ランダム除去、ランダム変換か、選択したブロックのランダム除去、これはソラマツ兄さんは、もともとのスキルね、あの、パズマツの時のスキルが、時間延長だったから、そうなるのか。2ターンまたは5秒延長。ランダム除去。ハムスター。選択した種類のブロックを1個、ランダム除去。ランダム消去。一番早いのは僕。ブロック2個ランダム。トッティワゴン。なるほどね。選択除去だからな。ああ。選択ブロックすべて G ブロックに変換。これちょっと CI で上げてみようかな。全然上がっていかないな、これ。うわぁ、レベルも上げていかないといけないんだよな、これ。多分、他のキャラもそうなんだよ。レベル上げていけば、少しは良くなんだよな。あぁ。でも、1、2、3、4、5。5回しか、5回上げても、全然だな。この、これはどうやって貯めればいいんだ。
変換したらもらえたりするのかな。ポストが増えてる。あ、ライフか、ライフ。まだログインもらってなかったな。ライフを受け取ると、あ、もうすぐ増えるのね。はあ、はあははあ、なるほど。というわけで、なんとか10まで進めたので、ちょっと今回はここまでかな。